ヒルバートさん、霧島ンのンさんの紹介をしてください。数年前からもう知り合いで、それでその後にマーティンがご挨拶をいたします。皆さん、ようこそ。霧島ンさんは数年前から私たちの福島とチェルノビル語の世界のアクションウィークに参加しています。彼は日本ででジャーナリストで 福島の事故後東電のいろいろなあのコメントを信じることができなくて2012年に作業員として現地まで出,出向きましたそして実際にその東電のコメントしていることが正しいかどうかを自分の目で見たいと思って行きましたで作業員の うーん後片付けの作業を一緒,に一緒に参加して、どのような条件で作業しないといけないか、狭い、暑い、それと危険な状態を記録いたしました。それであの、えー、宿泊する場所も提供されなかったので、自分の車の中で寝,た寝起きしたという状況でした。 それとその時期には東電が外国から外国からの,あのヘルプを断ったり規制値を需要にあの応じて上げたり下げたりしたそしてだからそのようなごまかしのことを オープンにオープンにあの発表したので公もそれに気が付くようになりました。霧島ンというのは彼の実名ではなくて私たちと一緒に作業していることがやっぱりあの東電は日本の,あの政府がシェアを持っていますので危ないということで違う目で。 違う名前で作業しています。この写真は、去年、バットブラームシテッドで私たちがアクションを起こって、行って、芸術、樋口健二さんの写真家の写真を、いろいろな表示板とか、そういうところで公開しました。残念ながら美術館とか、 視聴者で、あの、提示する、あの、展示することはできませんでした。それと同時に、あの、ひきりしましんさんの経,経験談、それとチェーノビルの作業員の、あの、レポートなども行いました。